幻の人力車後で彼女自身も言っていたが馬をかけさせながらも私が後からついてくるものだとばかり思っていたそうであるところがどうしたというのであろう 私はついてかかなかった私はまるで強人か酔っ払いのようになっていたのかあるいは志村に悪魔が現れたのか私は自分の馬の手綱を引き締めてぐるりと向きを変えると例の人力車もやはり向きを変えてコンバベンア橋の左側の欄干に近いところで私のすぐ目の前に立ちふさがった。 ジャック、私の愛するジャック。その時の言葉は確かにこうであった。それらの言葉は私の耳のそばで、と鳴り立てたように私の頭に鳴り響いた。何か思い違いをしているのです。全くそうです。どうぞ私を堪忍してください、ジャック。そしてまたお友達になりましょう。 人力車のホロが後ろへ落ちると私が夜になると怖がるくせに毎日考えていた死そのもののようにそのうちにはケイス・ウェシントン夫人がハンカチーフを片手に持って金髪の頭を胸のところまで垂れて座っていたどのくらいの間私は身動きもしないでじっと見つめていたか自分にも分からなかったが しまいに馬蹄が私の馬の手綱をつかんで病気ではないかと聞いたのでようよう我に帰ったのである私は馬から転げ落ちんばかりにほとんど失神したようになってペリティの店へ飛び込んでシェリーブランデーを一杯飲んだ店のうちには二組か三組の客がカフェのテーブルを囲んでその日の出来事を論じていた この場合彼らの具にもつかない話の方が私には宗教の医者などよりも大いなる医者になるので一も二もなくその会話の渦中に投じてしゃべったり笑ったり鏡の中へ死骸のように青く歪んで映った人の顔にふざけたりしたので34人の男はあきれて私の態度を眺めていたが結局あまりにブランデーを飲みすぎたせいだろうと思ったらしく いいか減にあしらって私をのけものにしようとしたが私は動かなかったなぜといってその時の私は日が暮れて怖くなったので夕飯の仲間へ飛び込んでくる子供のように自分の仲間が欲しかったからであったそれから私は10分間ぐらいも雑談していたに違いなかったがその時の私にはその10分間ほどが。 実に限りもなく長いように思われた。そのうちに外で私を呼んでいるキティの声がはっきりと聞こえたかと思うと、続いて彼女が膝の中へ入ってきて、私が婚約者としての義務を甚ははだ怠っているということを、遠曲に質問しようとした。私の目の前には何か得体の知れないものがあって、彼女を遮ってしまった。 まあジャック!と」とキッティは怒鳴った「何をしていたんですどうしたんですあなたはご病気ですか?」こうなると嘘を教えられたようなもので「今日の日光が私には少し強すぎた」と答えたがあいにく今は4月の曇った日の午後5時近くであった上に今日はほとんど日光を見なかったことに気がついたので。 なんとかそれをごまかそうとしたが、キティは真っ赤になって外へ出て行ってしまったので、私は他の連中の微笑に送られながら、悲観の手で彼女の後について出た。私は何と言ったか忘れてしまったが、どうも気分が悪いからというようなことで、二言三言言い訳をした後、一人でもっと乗り回るというキッティを残して、自分だけは静かに馬を歩ませてホテルに帰った。 自分の部屋に腰下ろして私は冷静にこの出来事を考えようとした。ここに私という人間がある。それはテオパルド・ジャック・パンセという男で1885年度の教養のあるベンガル州の文官で自分では心身ともに健全だと思っている。その私がしかも婚約者の傍らで8ヶ月以前に死んで葬られた。 一夫人ののに悩まされたというのは、実に私としては考えべからざる事実であったキッティと私とがハミルトンの店を出た時には私はウェシントン夫人のことを何事も考えていなかったペリティの向こう側では見渡す限り塀があるばかりで極めて平々凡々な場所であった。 おまけに白昼で道には往来の人がいっぱいであったしかもそこには常識と自然律とに全然反対に墓から出た一つの顔が現れたのであったキッティのアラビア馬がその人力車を突き抜けて行ってしまったので誰かウェッシントン夫人に息き移しの夫人がその人力車と黒と白のハッピーを着た。 クーリーリを雇っったので会ってくれ私はいくたびかいろいろに考えを立て直してみたが結局それはとろうと絶望に終わったあの顔はどうしても妖怪変化の恋とは考えられなかった最初私は全てをキッティに打ち明けた上でその場で彼女に結婚するように愛願して彼女の抱擁によって 人力者の幻影を防ごうと考えた「一強」と私は自分に反目した「人力車の幻影などは人間に階段的錯覚性があることを説明するに過ぎない男や女の幽霊を見るということはありえるかもしれないが人力車や空霊の幽霊を見るなどというそんなバカバカしいことがあってたまるものかまあ他に住む人間の幽霊とでも言うのだろう」 次の朝、私は昨日午後における自分の蒸気を逸した行為を許してくれるようにとキッティのところへ謝罪の手紙を送ったしかも私の女神はまだ怒っていたので私が自身に出頭して謝罪しなければならないはめになった私は夕べ徹夜で自分の失策について考えていたので消化不良から来た急性の新規更新のために飛んだ失礼をしましたと まことしやかに弁解したのでキッティのご機嫌も治ってその日の午後に二人はまた馬の靴輪を並べて外出したが私の最初の嘘はやはり二人の心になんとなく溝を作ってしまった彼女はしきりにジャッコの周りを馬で回りたいと言ったが私は夕べ以来まだぼんやりしている頭でそれに弱く反対してオブザーバートリーの丘か樹道か,受動か ボイルローリングの街道を行こうと言い出すとそれがまたキッティの怒りに触れてしまったので私はこの以上の誤解を招いては大変だと思ってその優雅がま,ままに初田志村の方角へ向かった私たちは道の大部分を歩いてそれから天寺の下の1マイルばかりは馬を緩く走らせてサンジョリー貯水場のほとりの平坦な一筋道に出るのが習慣になっていた。 ややもすればたちの悪い私たちの馬は駆け出そうとするので坂道の上に近づくと私の心臓の動機はいよいよ激しくなってきたこの午後から私の心はウエッシントン夫人のことで常にいっぱいになっていたのでジャックの道の至るところがその昔ウエッシントン夫人と2人で歩いたり話したりして通ったことを私に思い出させた思い出は 道端の石ころにも満ちている雨に水かさを増した「早やも不倫の物語を笑うように流れている「風も私の耳のそばで私たちの不義を大きく生やし立てていた」「平地の中央で男の人たちが婦人の一枚競争に応援している声がなんとなく恐ろしい事件が待ち構えているように感じさせた」 人力車は一台も見えなかった。と思う途端に8ヶ月と2週間以前に見たものと全く同一の黒と白の発表を着た4人のクーリーと黄色い凶板の人力車と金髪の女の顔が現れた。その1週間私はキッティも私と同じものを見たに違いないと思った。 なぜならば私たちは不思議にもすべてのことに共鳴していたからであるしかし彼女の次の言葉で私はほっとした「誰もいないわねさあジャック貯水場の建物のところまで2人で競争しましょう」彼女の小賢しいアラビア馬はアスカのごとくに駆け出したので私の騎兵用軍馬もすぐに後から続いた。 そうしてこの順序で私たちは馬を崖の上に駆け巡らせたすると50ヤードばかりの眼前に例の人力車が現れたはっともって私は手綱を引いて馬を少しく後ずさりさせると人力車は道の真ん中に立ちふさがったしかも今度もまたキッティの馬はその人力車を突き抜けて行ってしまったので 私のの馬もその後に続いた。ジャック「ジャックジャックあなたどうぞ私を堪忍してくださいよ」という声が私の耳へむせび泣くように響いたかと思うとすぐにまた「みんな思い違いです」「全く思い違いです」という声が聞こえた。 私はまるで物に疲れた人間のように馬に拍車を当てた。そうして貯水場の建物の方へ顔を向けると黒と白の発ッが執念深く灰色の丘のそばに私を待っていた。私が今聞いたばかりのあの言葉が風とともに人をあざけるように響いてきた。キッティは私がそれから急に黙ってしまったのを見て。 しきりにからかっていたそれまでの私は口から出任せにしゃべっていたがその後は自分の命を失わないようにするために私はしゃべることができなくなったのである私はサンジョリーから帰ってそれからお寺へ運ばれるまでなるべく口を閉じてしまうようになった3 その晩私はマンネリング家で食事をする約束をしたがグズグズしているとホテルへ帰って着物を着替える時間がないのでエリーシウムの丘への道を馬上で急いでいると闇のうちに2人の男が話し合ってゆくのを耳にした「全く不思議なこともあるものだな」と1人が言った「どうしてあの車の走った跡が」 みんな亡くなくっってしまったのだろう。君も知っている通りうちの女房はバカバカしいほどにあの女が好きだったのだ。それだもんだからどうしてもあの女の古い人力車とクーリーとを手に入れたいとせびるのでね。僕は一種の病的趣味だと言っているのだがまあ奥方の言う通りにしたというわけさ。ところがウェッシントン夫人に雇われていたそのクーリーの持ち主が僕に話したところによると。 4人のクーリーは兄弟であったがハードウェアへ行く道でコレラにかかって死んでしまいその人力車は持ち主が自分で壊してしまったというのだが君はそれを信じるかね。だからその持ち主に言わせると「死んだ夫人の人力車はちっとも使わないうちに壊したのでだいぶ損をしたというのだがどうも少し変ではないか?」。ねえ君あのかわいそうなかわいらしいウェシントン夫人が自分自身の運命以外に「 のの人間の運命をぶち壊すなななどととは、は全く考えられいいことではないか。私はこの男の最後の言葉を大きい声で笑ったがその笑い声に自分でゾッとしたそれではやはり人力車の幽霊や幽霊が幽霊を雇い入れるなどということがあるのであろうかウェッシントン夫人はクーリーらにいくらの賃金を払うのであろうか 彼らクーリーは何時間働くのであろうかそうして彼らクーリーはどこへ行ったのであろうか